妻よ妻よは、折笠千鶴子の小説作品、妻のぬくもり欄の二次を原作とした、ドラマ化作品である。新聞社に勤める戸山忠と、妻厚子は、お互いに、名をあこと呼び合うほどのおしどり夫婦だった。ある日の厚子の誕生日に、油壺へ行った帰り、自宅で料理を受け取ろうとした際に、自家は皿を落とす。その後、手がしびれ自分でボタンをかけられなくなったり、 靴の紐が結べなくなったり、物を掴むことすらできなくなった。いつまで経っても治らないので、大学病院に検査入院の結果、筋萎縮性即作効果症という原因不明で、治療方法もない難病であると診断される。そのことは本人には告げられず、神経病性関節症と告知する。それでも自家は、定期券を首から紐でぶら下げたり、 箸が持てないのでサンドイッチをお弁当にして、通勤していたが、ある日会社の洗面所で転倒して立ち上がれなくなったことを機に限界を感じ休職を決意する。自宅で療養を続けるも、病気の進行は止まらず、自分で起き上がることすらできなくなる。長男の春樹が、父の介助を手伝うが、次第に嫌気がさし家出をするようになる。そしてついに呼吸困難に陥り、 救急車で搬送されることになる。自家は人工呼吸器を装着するために、気管切開をすることで生命を保持することができたが、それにより声を失うことになる。そんなある日、厚子がわずかに動かせる自家の唇の動きを読み取っていた、ところ自家が俳句を作っていたことを知る。そして、それが日本俳句協会の目に留まり受賞することになる。その作が、 抱き起こされて、妻のぬくもり欄の虹であった。1987年8月31日から10月30日に、TBS、顔愛の劇場枠にて放送された。ありがとうございます。